はい、ビーチレッド戦記いかがでした？もう本当にラストシーンはこれは映画史に残る、まあ、素晴らしいシーンだったと思います。はい、僕は西部戦線異常なしにおけるですね、まあ、主人公のドイツ兵とフランス兵が同じ塹壕の中に取り残されるシーンに、まあ、匹敵するですね、感動的なシーンだったと思います。またその、まあ、ジョン・ウェインのですね、硫黄島の砂のラストシーンに対するなんかアンサーのようなものでもありますね。あちらもラストシーンの話なんでここでは詳しく言えないんですが、タバコが非常に重要な、ポイントになってますけれども、はい、このビーチレッド戦記はですね、非常にそのいろんな構造的にですね、複雑でなおかつ、非常に計算された撮り方をしています。はい、で一番最初に、まあ、非常に悲しい歌が流れるんですね。私の彼はビーチレッドに魂を置いてきてしまったのという、その戦争から帰ってきた自分の恋人に対するその、歌が流れるんですけど、英語の歌が、そのメロディーが、今度勇ましいマーチとしてアメリカ軍の背景に流れます。そしたら今度日本兵側のまあシーンになるとですね、日本独特のあの音楽にそれがアレンジされて流れるんですよ。で一つの曲、戦争に対するその悲しみを歌った曲がですね、勇ましいマーチとしてアメリカ風と日本風に両方にアレンジされて流れるという、まあ非常に精神的によくできた映画ですよね。2つのその軍隊は戦っているけれども心の中では同じなんだと、で勇ましい戦争をしているけれども心の中には非常に悲しい心が、まあ、あるんだということを、まあ、その音楽だけで描いていくという点が素晴らしいなと思いますね。はい、でとにかく映画見てると気がついた人は多いと思うんですけども、とにかく回想シーンがすごく多いんですよ。で戦争してる状態で、やたらとこの兵隊たちが回想します。で回想する内容はもう全部、故郷のこと、国のこと、奥さんのこと、子供のこと、そればっかりですよ。敵も味方も全員同じ。はい、もうとにかく奥さんのことをもう上級士官もね、一階の歩兵も考えますね。で子供のこと考えますよ、みんな幼い子供たちでね。で、まあ奥さんがいない男も、本当にわずかな記憶の中からですね、エッチしたことを思い出します。必死に、あんまり量がないんですけどその人は。はい、それはその1階の歩兵からもう本当の士官まで司令官までみんな同じ思いを抱えてて、その司令官がまあこれコーネー・ワイルド自身が演じてますね、アメリカ側の司令官で、日本側の司令官小山さんが演じてますけれども、2人とも奥さんとエッチしたことばっかり考えてるというね、ものすごい戦闘で地獄の戦闘状態だけれども、歩兵からそのもう司令官まで全員が早く国に帰って奥さんとエッチしたいと思ってると、でもできるかどうかわからない、で何人もできない人が出てくる、で死んでいく兵士の何人かはもう頭の中奥さんとその子供のことがぐるぐる駆け巡るというね、まあこれはすごい辛い辛い映画ですよね。でもこういったことを描いた映画って本当少ないですよ。アメリカ兵も人間なら日本兵も人間なんだということを徹底して描いていくという、まあ、映画なんですね。はい、で、これはクリント・ウィストウッドに非常に強く影響を与えたと思われるのは、やはりその、硫黄島を描いた2部作、父親たちの星条旗と、硫黄島からの手紙ですね。で、まあ、硫黄島での戦いというものはアメリカによって、まあ、とってはもう本当に地獄のような戦いだったんですけれども、それを父親たちの星条旗で描いた後、じゃあ日本兵側は一体どうだったのかというふうにイーストウッドは考えて日本兵側の映画も撮りました。はい、そういったその態度、歴史とか戦争に対するそういった態度、文化とか異文化、異国に対する態度というものは、このコーネル・ワイルドがこのビーチレッド戦記で描いたのが本当に画期的だったんですね。やっぱりすごい映画なんですけれども、低予算であったりですね、規模がちっちゃいから、まあ、武器の交渉とかですね、そういった部分では間違っていたり、その正確でない部分があったりして気になる人も多いと思います。まあ、戦争ものに詳しい人とか、まあ、軍関係に詳しい人だとですね、まあ、戦車が違うっていうでしょうね。
はい、あの戦車は M41 ウォーカーブルドッグというですね、その当時1967年にベトナム戦争に使われた戦車なんですよ。で、歴史的にはあそこで出てくるべき戦車はシャーマン戦車のはずなんですけれども、 M4 シャーマンか、ところがここでは M41 ウォーカーブルドッグが出てくるんですが、ただそれは逆にこの映画では非常に意味のあるシーンになっています。というのはあそこでその、まあ、戦車と一緒に進軍するシーンがですね、水田地帯なんですよ、はい、で水田地帯を進撃している進軍しているそのアメリカ兵たちの姿ははっきり言ってベトナム戦争にしか見えません。戦車の方もそうですから。でこの当時1967年というのはベトナム戦争がまさに行われていた真っ最中なんですよ。で最大の激戦は68年になっていくんですけども、ベトナム戦争が激化して泥沼化して、でしかもその、ベトナム人を虐殺するような事件が次々と起こっているような真っ最中にこの映画を、コーネル・ワイルドが作ったというのは非常に重要ですね。でこの映画は第二次世界大戦の映画だと思って見に行くと、その、水田のシーンで戦車のシーンで、いや違うこれはベトナムなんだというふうに思わざるを得ない、気持ちになります。はい、これは意図してかせざるかわからないんですが、やっぱり衝撃だったと思います。当時の人にとってはこのコーネル・ワイルドの、考え方というのは、彼自身が非常にその辛い人生を送ってきたということと関係しています。はい、彼はユダヤ系でハンガリー人だったんですよ。で、まあ、とにかくひどいナチによる、まあ、ユダヤ人大虐殺から逃れてアメリカに来た人です。はい、で、まあ、この人はですね、その後もその自分の移民としての立場からですね、こういったその人種とか民族の憎み合ったりするということがいかにくだらないのかということを、まあ、描いていく映画にどんどん変わっていくんですね、作風が。でこの人の映画で裸のジャングルという映画があるんですが、それはあのアフリカでですね、まあ非常にその密猟している悪い白人たちが地元のそのまあ原住民の人たちに捕まってしまって、まあ死のゲームをやらされるんですよ。そう聞くとすごい残虐な映画のように思うんですけども、そうじゃなくて人種や民族を超えた尊敬についての映画になっています。このその逃げる側のコーネル・ワイルドと追っかける側が最後不思議な尊敬と友情によって結ばれていくというですね、非常に奇妙な、でも素晴らしい映画がその裸のジャングルという映画なんですね。これですね、はい、これはメル・ギブソン監督のアポカリプトの完全な元ネタです。はい、あれは舞台がですねメキシコのマヤ帝国になってましたけども、ストーリーがほとんど同じです。でしかもディテールとか逃げ方とかですね、同じなんですよ。完全に真似してる映画なんですけども、まあ、そのアポカリプトの原点もコーネル・ワイルドが作ってるんですよ。でこのコーネル・ワイルドって人は非常にアイデアマンだったので、最後の脱出という映画も作ってるんですが、それはマッドマックスの元祖と言われてる映画なんですね。まあ、文明が崩壊した、近未来の世界でサバイバルのためにですね、自動車で走りながら、まあ、殺し合いをしていくという話で、もう完全にマッドマックス2の世界ですけど、マッドマックス2もメル・ギブス・マッドソンの映画ですよね。でコーネル・ワイルドのその映画の今回のビーチレッド戦記というのもイーストウッドに影響を与えただけじゃなくて、その敵側も平等に描くという映画ではもう一本ありまして、ベトナム戦争を舞台にしたメル・ギブソン主演のワンス・アンド・フォーレバーという映画があるんですよ。でウィア・ソルジャーズという現代なんですが、それはあのベトナムであった実際の、まあ、歴史的な戦闘がありまして、その時にそのベトナム正規軍の人たちもちゃんとした人間として描いてて、で彼らがちゃんと喋って行動して、彼ら自身に一人一人にその物語があって、人生があって故郷があって、それを描いていきながらその、まあ、アメリカ側の兵士たちの家庭も同時に描いて、で互いに家庭のあるその普通の人たちがなぜかここで殺し合いをしている異常さというものをベトナム戦争で描いたものがワンス・アンド・フォーレバーという映画なんですが、これもやはりビーチレッドがなければできなかっただろうと思うんですね。どれだけコーネル・ワイルドの映画からパクってんだっていうねメル・ギブというね、でメル・ギブソン自身がそのクリント・イーストウッドと同じで、映画俳優から、監督独立プロダクションの、まあ、映画制作者になっていったという点でもそのやっぱりコーネル・ワイルドの轍を踏んでいるんですね。はい、だから本当にね、クリント・イーストウッドも
メル・ギブソンもこのコーネル・ワイルドにはもう本当にね、ねえ足を向けては眠られないっていうかちゃんとリスペクトしろよと思います、はい、本当にそのコーネル・ワイルドって人はですね映画史から忘れられてるんですよ。でアメリカでも評価は最近やっと出てきたんですけれども、まあ、本が一冊も出ていなかったりね、日本の、まあ、映画研究者もほとんど彼について語ることはないんですけれども本当に偉大な、監督だったと思いますね。今もこれどれだけ映画にねこう影響を与え続けているのかと。でしかもそのずっとやってきたことはその民族とか人種とかいろんな理由で殺し合うっていうことのバカバカしさを、まあ、描いていくという点でも非常にもう永遠に語り継がれていくべき、映画作家だと僕は思います、はい、ということで、コーネル・ワイルドのビーチレッド戦記、いかがでしたでしょうか、はい、ではまたのご来店をお待ちしています。スペシャルインタビュー。ビーチレッド戦記で日本軍将校役を演じた波佐間道夫さんから貴重なお話を伺うことができました。ですね、私は廃墟というプロダクションがあるんですけどもそこの創立メンバーなんですけどもそこへちょっとある知り合いのつてでムツ宗光さんというそれはカミソリムツと言われた、外務大臣ですかね。でその外務大臣の、お孫さんかなひ孫さんがちょっと分かりますけど洋之助さんという方がいらっしゃってその方ちょっとお知り合いだったんだけどちょっと来てくれないかってんでお伺いしたら実はこういう話があってコーネル・ワイルドからそういうアプローチがあったとで、ちょっと手伝ってもらえないっていうようなことがあって分かりました。いやオーディションやりたがってるんだけどもオーディションさせてくれないかっていうんでその廃墟でじゃあメンバー廃墟のアルバムを見せて誰をチョイスするかでチョイスされたのが僕は最初出るつもりはなかったんですけどじゃああなたが来た方がいいなってんでそのと小山元気さんって NHK の放送劇団で活躍された方ですけどもその方とあと木山宏さんとやっぱりこれもずっと東方からもう黒沢映画に出てらっしゃった人でその3人で、フィリピンに撮影に行ったということですね。で台本のこともよくわからないしで通訳が1人連れて行ってロスバニオスっていうところがあるところなんですよ。温泉地でしたねロスバニオスってのは。いやあれはね日本じゃないですね使ったところは多分向こうで作ったもんじゃないかと思うんじゃないかと思うんで、まあ、温泉地ですからそういうのお風呂に入るとかっていうところはあるんですけどもそのことは向こうで撮ったんじゃないかなと思う。僕はそこはちょっと立ち会ってないから正確なことは分かんないんですけど日本ロケって子供が出てくる田んぼを走ってくる子供が出てくるシーンがあるんですけどそのシーンがね実は撮りきれなくて向こうで、ここで撮っちゃおうっていうんであれ田んぼはフィリピンの田んぼなんですよ。あぜを見ると分かるのねあぜが真四角な切られた田んぼではなくてちょっとカーブしてるようなで子供の顔を見れば分かるんだけど明らかにフィリピンの人なんだけどで、まあ、完成してからそのところにすごく我々は違った文化を感じるのでここはやめた方がいいと。で、ということを通訳を通じて言ったらば帰ってきたことはいやもう日本に帰ってやれるっていう、時間もないしそういうキャパシティもないとしたがって、これでいいと。僕ね本当のこと言うととても自分ではすごく恥ずかしかったんですよこの映画。なんていうのかな俳優として違うんだなと思って思い始めてた頃でねやがてそれからもう何十年も経った後にプラトーンが生まれて
硫黄島からの手紙、プライベートライアン、それを見るたんびに思い出しますよね。あ、このカットあれの模写じゃないかなというようなところがいっぱいありました。今50年経って、ああ、やっぱりやってよかったのかなと思うに至りました。いい思い出でしたね。